カスガ型装甲巡洋艦は、大日本帝国海軍が日露戦争前に購入した装甲巡洋艦。1905年に佐世保港で撮影されたカスガ前後対象の設計である。日清戦争後、ロシアと日本では、県艦競争が行われていたが、同じ頃、チリとアルゼンチンでも、県艦競争が行われていた。しかし、英国の仲介により、 チリとアルゼンチンでは1902年5月28日に協定が結ばれ、建造中の軍艦2隻ずつが売却されることとなり、ロシアと日本で購入競争となった。まず、チリがイギリスのアームストロング社に発注したコンスティトシオン9000艦はロシアに売却されそうになり、日本の同盟国のイギリスがやむなく購入した。これがスーイフトシは9000艦である。 1903年、アルゼンチンが、イタリアのアンサルド社に発注しジェノバ造船所で、建造中だったジュゼッペ・ガリバルギ急走行寿命館、リバダビアと、モレノをイギリスが内々に、日本に購入を促し、日露海戦直前に、日本に売却され、リバダビアは、カスが、モレノは、日清と命名された。イタリアから日本へ開港する際には、海戦となれば速やかに攻撃するために、 ロシア艦隊が追尾してきた。しかし開港を受け負ったアームストロング社員を護衛する名目で英国艦隊が支援した。結局開戦前にロシア艦隊は追尾を断念。二隻は無事横須賀港へ着いた。この時の瞬日の開港責任者は鈴木艦太郎海軍中佐であった。二隻は第三艦隊に属資料巡航閉塞作戦に参加した。特に カスガの手法であるアームストロング25.4センチメートル砲は連合艦隊の中で最も射程が長く旅順口攻撃に投入され旅順要塞の要塞砲の射程外から楽々と旅順構内に打ち込むことができたため港にこもっているロシア旅順艦隊に一定の心理的影響を与えたカスガと日清が共に第一艦隊として参加した日本海海戦の大勝利は この二隻を売却したアルゼンチン政府や海軍も喜ばせた。これが縁となり、毎年5月27日の旧海軍記念日に開催される日本海海戦記念式典には、英国海軍武官とともにアルゼンチン海軍武官も招かれるのが通例となっている。カスガの武装と装甲の配置を示した図。日清は、 艦首の 25.4cm 単装砲塔を 20.3cm 連装砲塔に乾燥した以外はほぼ同じである。本艦の基本設計は同年代のイタリア海軍の全土級戦艦、エマニュエレ・フィリベルト級の艦型を小型化し、走行を減じ、代わりに速力を増加した艦として、設計士艦、エドアルド・マスデアの手によりまとめられた。船体形状は当時の主流である。 平ら板型船体で、艦首水面下に昇格を持つ艦首から、全部甲板状に前向きに、単装式のアームストロング百8 9 8年型25.4センチメートル砲を、単装砲塔で一機を配置。環境構造は、司令塔を下部に組み込んだ船橋を両側に持つ、箱型環境の背後の2本煙突は、機関の間室分離配置のために前後に離されており、 船体中央部に2段の見張り所を持つシュマストが1本、立ち、角。見張り所には、耐水雷艇用に4.7センチメートル、炭素気泡が前後に1機ずつ配置されていた。煙突の周囲には艦内への吸気用として着せる型の通風塔が建てられている。煙突の周囲は、艦載艇置き場となっており、その後ろは後ろ向きに20.3センチメートル、連装砲塔1機が配置。 左右の原則には1番煙突から2番煙突の間には 15.2cm 炭素複砲が、甲板上に2機、原則ケースメート配置で5機配置され、片元7機計14門、搭載された。日本海軍の輸入装甲巡洋艦に広く、用いられた、アームストロング1904年型 20.3cm 速射砲を示した図。説明では、 浅間型のものとなっているが同じものが採用されていた。1919年にマルタ島で撮影された日清。本艦は姉妹艦と異なり、春光寺から主砲塔すべてを 20.3cm 連装砲塔,塔に統一してあった。傍らの潜水艦は戦利艦として日本に開港されることとなったドイツ海軍の u ボート u 9 0カスガ主砲は 当時のイタリア海軍でも艦砲はアームストロング社に一任してあったため本型もアームストロング1898年型 25.4cm 砲を採用したその性能は 227kg の砲弾を最大行角20度で 18000m まで届かせられたこの砲を新設計の炭素式の砲塔に収めた砲塔の不行能力は行角20度深く五度である 旋回角度は、単体守備線方向を0度として、左右125度の旋回角度を持つ、主方針の不要、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に水圧で行われ、補助に人力を必要とした。発射速度は1分間に1.5発であった。カスガの副武装と日清の主武装は、当時の日本海軍の防護巡洋艦、高砂や、 装甲巡洋艦の手法に広く用いられていたアームストロング1904年型2 0 3トル速射砲を採用していた。その性能は1 1 3 4ラムの砲弾を最大行角30度で1 8 0 0 0ルまで届かせられた。この砲を新設計の連装式の砲塔に収めた。砲塔の不行能力は行角20度、深く5度である。旋回角度は 単体守備戦方向を0度として、左右125度の旋回角度を持つ、主砲身の不要、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に水圧で行われ、補助に人力を必要とした。発射速度は1分間に2発であった。副砲は、建造元のイタリアが、イギリス企業に依存していたため、アームストロング1892年型15.2センチメートル速射砲。 を採用した。この砲は、イギリス全土球戦艦、ロイヤル、サブリン級やイタリア全土球戦艦、レウンベルト級の副砲にも採用されている優秀砲である。その性能は 45.3kg の砲弾を最大行角15度で9140メートルまで届かせられた。この砲を単装砲画で原則系スメート配置で片元6機ずつ、計12機を配置した。不要能力は、 行角15度、深く3度である。旋回角度は、減速方向を0度として、左右150度の旋回角度を持つ、方針の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に人力を必要とした。発射速度は1分間に5から7発と速かった。他に、耐水雷艇迎撃用に、アームストロング7.6センチメートル単素速射砲。 単装砲がで片弦4機ずつ、軽8機、近接戦闘用としてこの時代の軍艦に広く採用された、フランスのオチキス社のオチキス4.7センチメートル機砲を単装砲がで6機装備した、対艦攻撃用に45.7センチメートル水中魚雷発射艦を原則部に、単装で片弦2機の軽4機を配置するなど、小型の戦隊に数多くの武装を配置していた。 本館の防御力は排水量の割に優秀で、原則走行は末端部でさえ 70mm、中央部は 150mm にも達する重厚な水線部装甲を持っていた。砲塔防御も前盾が 150mm もあった。ありがとうございます。